日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ！全国22の医療施設でこんな取り組みが。今入院している方たちが特に元気に,に,になれる方を応援しています。子供が。 クリスマスプレゼントをお医者さんに渡します,ます彼らは小児がん患者にプレゼントを届ける子供サンタたちその発案者はこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますん,あのんの子供どこにどこにサンタ 19歳の陽樹君と、14歳のシロ郎君です。なんでえっと、入院中にお世話になった小児病棟に恩返しがしたいっていうのと、辛い治療を続けてる子たちがいるから、その入院生活が楽しくなるようにと思って。あの病院にいる ます実は彼らもまた小児がんを経験していました陽喜くんは14歳の時に四郎くんは3歳の時に入院。 歩きながら食べるのもいい,い,いし陽喜くんは、日常生活に戻った後も、再発の不安と戦い、倦怠感や難聴などの後遺症もありま疲れてそれでも、子供サンタとして活動しているのは、入院中のある経験があったから。 病室の子とか、あと院内保育士さんがいたので、その保育士さんと遊ぶ時間がすごい楽しかったかなって。何気ない楽しみが、頑張るる励みになるでも、子どもたちはどうやってこのプレゼントを用意しているんでしょうか。 小児がん患者にクリスマスプレゼントを届けている子もサンタ彼らもまた小児がんを経験しています子供サンタたちはどうやってこのプレゼントを用意しているんでしょうかそれはいろんなところから寄付してもらったりえっと募金 そう、彼らはイベントを開いて寄付を集めているんです。ヒントとなったのはアメリカで行われていた小児がん患者をサポートする活動。それを知ったシ郎君は2017年子供サンタを始めました。こちらは 君が書いた絵本実体験をもとにつらかった入院生活や仲間と過ごした日々を描いています実はこの絵本の売り上げもプレゼントを買うお金になっているんです これれどうして選ばれたんでしょうえっとこれは病院から、ええ、あの病院にまずリクエストしてほしいっていう手紙を送って、はあ、病院がリクエストしてくれたプレゼントを僕たちが用意してプレゼントするっていうプレゼントは入院生活で使いやすく和ませるものこちらは 子供サンタに参加して3年目のオリバー君と2年目のゆうき君 DVD のプレゼントとともに用意したのは手作りのクリスマスカードあとハリー・ポッターもおすすめなのでお忘れなくはるき君たちもクリスマスカードを準備しましたう すごい、今では、仲間がどんどん増えて、子どもサンタはおよそ30人。全国に広がっています。